Dream Fantasy! Dream Fantasy! はい、ケンスケさん、ケンタさん、今日も、柔術の、ブラジリアン柔術のトレーニング、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今日もですね、インスタグラムのフォロワーさんから、ご質問が来てます、二人にね。二人に、名指しで来てます。ケンスケ、ケンタがいいということで来てます。はい、ですね、今日はですね、上越市にお住まいの、ガーリック大好き広次って人からね、質問が来てます。ガーリック大好き広次さんが、送ってきてくれた質問は、単純に、白帯らしいんですけど、三角締めをめっちゃめちゃ決められると。耐えれそうで耐えれないと。どうすれば逃げれますかというね、ベタな質問が来てるんで、まあ、三角締め腕十字っていうのはもうね、組み技格闘技においてベーシック中のベーシック、基本中の基本なんですけど、もう一回ちょっと逃げ方を教えてもらいたいんですけど、はい、じゃあ、ケンタさんお願いしていいですかね。はい、ケンスケさん、じゃあケンタさんにちょっとトライアングルかけてもらえますかね。はい、まず入られるときによくあるのがこう、いきなり三角に組まれるより、一回キャッチされるっていうのが、多いと思うんですね。ここでクロスガードみたいに組まれて、上でクロスガードみたいに組まれて、この状態で一回捕まって、クロスで捕まって、ここから修正されて、だんだんこう入っていくっていうのが多分結構あると思うんですけど、大前提としてこれが飛びついてくるなって思ったら、もうこのクロスの段階で絶対頭をまず下げないことですね。頭を下げてしまうと三角締めどんどん深く入ってしまうので、これは決まってしまいます。なので、まあ、その頭を最初の段階で下げないっていうのを大前提として、それでも組まれてしまった、組まれてしまって、この腕ですね、この今足の間に入っている右腕がこちら側に流れてしまうと、持っていかれてしまうと、もうこれ決まってしまいます。なのでこれを流されないようにしたいんですけど、人によっては結構こういうの見るんですけど、これだとあのアームロックいかれたりとか、あのオモプラッタが結構入りやすいんで、こうなってしまうともう回転して逃げて上取られてとか、あんまり個人的にはいい印象がないんで、入られるなって思ったらまずクラッチします。腕をクラッチして、ここでこういう四角、ここに四角をイメージして枠を作ります。でこれを引きつけます。このケンスケさんの体を、足の付け根のあたりにこの四角を作ったのを引っ掛けて引きつけるような感じですね。でその時に上体を上げて、どんどん引きつけながら上体を上げていきます。でほどけたら、このままだともったいないので、足を振って、横についてっていう感じですね。なので、ただ基本的にじゃあ頭を高く、今の健太さんの状態ですよね。前のめりみたいにならないってことで、させられそうになっても、頑張ってというか、腕組んだりして。腕組むと、ここで突っ張れるんで、余計に多分頭が上げやすくなると思います。でもし頭上げられなくても、ここでしっかり力入れて組んでおければ、そう簡単には多分決まらないと思うんで、でこの時にあまりにも頭上げて逃げようとすると、この腕を狙われる可能性が、頭上げると腕十字がもう格好の餌食なんで、自分の場合はこれ組んで耐えるんだったら、クロスガードを割るときみたいに相手の尾骶骨に当てます。でこれしっかり引きつけて、頭を上げずに逆にこっちにこう抜いていくような動きをします。でこれでもうだいぶスペースが空いてるので、腕を抜いて足を払ってパスガードするような担ぎパスのような気がね。もう一回ちょっとやってもらっていいですかね。ケンタさんその右足がケンスケさんの尾骶骨にかかってんでしょうかね。はい。ちょっとそこまで行ってもらっていいですかね。ちょっと近づいてきますんで。今当たってますかね。今当たってます。はい。はい、ちょっと後ろ行きますね。
こと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 。はい。見にくいな。ケンさんのこの、あ、右足ですね。あ、俺こっちから来ればよかったね。すげえ遠回りしてきましたよ。めちゃめちゃ遠回りで、無駄な距離を僕が悪いですね。あ、このね、右足ですよね。二人とも黒と白の道着なんで見やすくてよかったですよ、これ。二人とも白とか二人とも黒だと見にくいですからね、よくあるあるなんですけど。この右足が効いてるってことですね。これで、うん。相手がちょっと離れるので、これをどんどん右足を相手の股間の中央の方に持ってきて、これで突っ張りながら、ちょっと下がると、完全に下がりきれなくてもいいので、隙間がここにできれば閉まらないので、隙間ができたら腕を抜いて横に行く感じですね。最低限腕を抜く隙間ができれば大丈夫です。ケンさんどうでしたか今？あの尾底骨に足入れられて。あ、もうなんか、なんていうんですかね。なんか辛いですよね。はい、辛いというか、いい状態じゃないですよね。はい、あの、削られますよね。じゃあ、最後に、ケンスケさんもちょっとケンタさんの一回食らってもらって、ちょっと一回やってみましょう。後ろに下がるようにするんですね。顔を上げると十字取られますもんね。で、隙間ができるんで、この腕も揉めてもらって、勝つ。ケンスケさん、どうですか？ケンスケさんの今の逃げは、エスケープは。あの、尾底骨に膝入れるときに、クロスガード割るときみたいに、一回ちょっと軽く立ち上がるとスムーズに入るかもしれない。あ、なるほど、なるほど。ケンさん、もう一回だけじゃあそこを見せてもらっていいですかね。ケンタさんがやってもらっていいですかね。じゃ横から取らせてもらいますんで、ケンタさんがまたトライアングル入ってくれますかね。でその尾底骨に膝を入れるとこをちょっと見せてくださいね。そこまでシャッシャッシャッと普通に行ってもらっていいんで。はい、来ましたと。で、ここで、このまんま入れようとすると、はい、まだ体と体の隙間がないんで、膝を立てるのが結構大変なので、はい、一回前にプレッシャーをかけて、ちょっと立ち上がります。はい。で、これで座ると、尾底骨に膝が当たった状態で座れるので。はい、ちょっとここでストップしてもらって、ケンさん、今の気分はどうですか？今の気分ですか？はい。気分悪いですよね。悪いっす。めっちゃ悪いですよね。すげえ居心地悪いですよね。はい、尾底骨のあたり、うざいですよね。はいはい、じゃあお願いします。で、これで、このフレームをしっかり作ったまま、ちょっと後ろに引くと、腕を抜く隙間が十分にできるので、腕を抜いて、担いでパッチしていきます。はーい。ケンタさん、これは王道のトライアングルの逃げ方でしょうかね？どうなんですかね。結構、でも昔からこれをよくやってましたね。はい。これはまあ、初心者の人もやりやすいですよね、きっとね。やりやすいと思います。わかりました。ケンスケさん、三角締めってスパーリングとか試合とかで決められた時ありますか？決められた時あんまり記憶にはない。あ、ないですか。ケンタさんはトライアングル決められた時スパーとか試合でありますか？ありますね。あ、ありますか。はい。どっちでですか？試合もスパーも結構昔は決められてました。三角。なるほど。三角得意な人が周りに多かったので。今はこのエスケープがあるんでそんなに決められることはないですか？最近はあんまりないですね。やっぱりこのエスケープは鉄板だと思っていいですね。そうですね。自分の中では トライアングルに対する最強っていうことでいいですね。わかりました。これでガーリック大好きひろつぐさんもね、食らわないと思いますんで。はい、2人ともありがとうございました。ありがとうございました。せーの、チャンネル登録よろしく。はい、ヨガファイヤー。